東博史。今シーズンここまでチームトップスコアラーの3ゴール、前節の相模原戦では2得点。あっとここは小気味のいいパス交換、崩していった右サイドが空いた、折り返したボール、どうだポスト、まだあるか、押し込めるか、後ろに下げてミドルシュート、交代に決めてみせた山田陸、豪快なミドルシュート、これで0対2。見事なパスでの崩しから最後は豪快に山田陸、ここです。あーゴールキーパーのユルミンジュンからすると目の前に味方選手が2人3人重なっていました。近くからボールが飛び出してきたように感じたでしょう、キム・ミンジュン。